燃えろジャスティス学園実況パート4でございます。どうもアザラシです。いやー終盤ですね。いよいよ終盤圧倒的じゃないか我が軍は。1か4か2ならばこっちだ。パートナーカードか。マックスマス移動カードは強いぞ。もしかしたらビンゴ全部揃うかもしれない。うまくいくと。ほう。やりますね。さて俺の持ってるカードは体力アップ使っとくかこの辺で。で3マス移動これですね。きたー、ダブルビンゴ完全燃焼度1をゲット。なんでだよ、俺はあれが欲しいのに。俺が欲しいのパラメーターアップだというのに。さてあと一つですね。あと一つを埋めたら完璧に埋めるってことになるんだけど、さてどうする、さてどうする。動きが活発だね CP の数。で俺の番か、俺の手番か。パートナーカード、パートナーカード、あったら日向と夏を連れていくわ。強いもんこいつら。さてほいでどうする。マップから欲しいのは数学1ってどこ。これか。 4P が持ってるな。 4P に喧嘩をふっかけてもいいけど、バトルカードあるな。もうちょっと様子見るか。あ、ちょっと休みよう。意味ないな、今更取って意味ないな。ここにしよう。ちょっと考えるな。4P と戦って確実に勝てるような状況なら 4P と戦って完全に勝てる状況ならありだけど、 4P あやめ。ステータス的には潜在能力と知力が11と10。トチ来るって俺に戦闘仕掛けてこねえかな。パートナーが2人のうちはやめた方がいいね。パートナーがいなくなった時を狙ってバトル仕掛けて取りに行こう。そういう作戦に行こう。普通の移動かな。2マス下がるくらいだったら上がった方がいいと思うかな。こっちだ。ネグ
ユミの潜在能力ダウン。ユミじゃなくてアヤメの潜在能力を下げてくれ。レベルアップ知力いやどうかなレベルアップ知力はおそらくおそらく喉が水がちょっと水を やりたいことはもう決まってるんだ。これを取りたい。チャンス後期ではないよな。まあちょっと大きく移動してみるか。まだまだ時ではない。まだ時ではない。俺の勘もそう言っている。こいつなんかあんのかな。上がった？実際上がった今。上がった感ないか。上がってるような気がするな。よーし、いけるぞこれは。これはいけるぞ。なんか部屋真っ白。どうしよう。いいスイングだったぜ。取りたいけど、ここで挑むか。ここで勝負かける。何せこっちには2人の心強いパートナーがいる。あやめ、君から奪わすとは。この時点で勝ってるわ。もうやりました、やりました、圧勝です。ボコやりました。単位をオーバーしてもらいます。この数学にすげえマップ全ビンゴ全埋め。終わってしまうとなんだか儚いものですね。もうやり残したことは何もない。単位全部取っちまった。ビンゴ全部埋めちまった。あとは必殺技がちょっと埋まってないのが気がかりだな。それだけだな。なんだ、揉め事？残り2ターン。パートナーかな。また日向を捕まえる。日向キャッチャー。で部活棟のところまで行きたい。いや技を覚えよう。1うまい。わからん。大地好き強そう。割といいように動けてるとは思う。上出来ぐらい、完璧ぐらい。完璧まではいかないか。
や結果が楽しみだな。どうなんだろうね、どうなるんだろうね。結果がちょっと楽しみだね、最終的な結果が。パートナー、パートナー、じゃあ使うよパートナー。また夏を捕まえたとしたら、転ばぬ先の夏。グラウンドに行きたい、いや行きたくはない。マップを見て決めます。この辺で埋まってない必殺は結構あるな。こことか1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、これかな。6。いやうまいようにことが運ぶな。すべてがうまいように運んでいるな。ライジンアッパーがガッツアッパーなら、ライジンアッパーかな。いやガッツアッパーだな。ガッツサンキューガッツサンキューガッツアッパー。これ最後じゃない？うん、40ターンだもん。醜い試合を、醜い試合をしているね。だってターンポイントがもう1210とかだもん。桁が違う、桁が、桁が2桁違う。さあ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 、最後は CPU 対戦をするらしい。うん、順位も関係なく勝ちじゃないか。技少な、俺の方と来たらもう空中技なさえないものの、あとはもう全部ほぼ埋まっているっちゅう感じだな。完全燃焼だ、もうひたすら埋まってる、ひたすら埋まってる。あ、やっぱ試合やんの、もしかして。いいですねいいですね、面白いですね。面白いじゃないですか、このジャスティス学園。やっぱり最後試合がある。いくぜいくぜ。まだ全然覚えてない。最終戦始め。あ、勝手に戦うわ。CPU 勝手に。何してんだこいつ。勝手に戦っちゃう。これも操作したいよ。頼むぞ。頼むぞ CPU。なぜコンピューター。もうちょいもうちょい。このガッツアッパーいい感じ。油断すんなよ。よし、いいんじゃないですか。パンツ見えとるぞ。俺の力を。なんかこの。頬のところにこのカラーが気になる。これを見ることになるのかな。技少な、技少な。竜はちょっと誰だな。竜はもう一人ぼっち。これは寂しい高校生活を送りましたね。最終戦絶対あやみが来るわ。あ、でも初めから僕と思ってる。それずるくないですか。初めから僕と思ってるのずるくないですか。いや、ぼっちでもなんか体鍛えたんだなって感じじゃないこれ仲間など必要ない。俺はこの剣一本でやっていくんだ、この木刀一本で戦っていくんだっていう強い意志が見えますね。強い。
リュウ強い。ステータスの高さだけで、ああ強いですね。強いですね。これ負けるわ。これ負けるわ。これは甘かった学園生活が。甘い学園生活を送っちまった。3位決定戦かこりゃ。女子には目もくれずにひたすら鍛錬を続けた鍛錬を積み続けた竜と、日向と夏をこうパートナーとして練り歩いてた俺とでは、単位を集め振ってた俺とでは圧倒的な差がある。ステータス自己の研鑽、それが足りなかったかもしれん。個人的にはね、めぐみに勝ってほしい。まあまあ可愛いから。パンツが丸見えなんだよ。大丈夫かこれ。 R15 になってないか。 R15 動画になってないか。強い。アヤメウィン。顔がちょっと良くねえな。顔がいまいち。残念。さあ、有権優勝決定戦だ。これ見て終わるぞ。これ見て終わるぞ。さあね、燃えろジャスティス学園。最後を締めくくるはこの優勝決定戦というようになりました。まあ、まずは孤独に自己研鑽を積み続けた竜と、女のケツを追っかけたこのアザラシとはどちらが強いか、今ここではっきりとするね。しかし俺は単位を取得するという意味で勉強も怠ってない。どちらが充実した、おらー、なんだかザップって。ガッツアップしかないかこいつら。男らしい技が多いな。はじめ向こうにはマックス5になってるけど、こっちは0だしな。負けるぞ。やっぱ一人でやっぱり自己検査を積み続けた男が強いのか。負ける。なんとかせえ。あー負けたー。やっぱり一人で戦い続けてるやつが一番強いんだ。負けた。負けたけど、圧倒的な単位ポイントの差が。埋まるわけねえこんな差が。全パラメーターレベル1。強いかな、強くないかな。とギャルゲー要素が、ギャルゲー要素が俺を、影が濃い。ああそうだな、やっぱりみんなで大騒ぎするのが一番楽しいよな。生き生き言ってくれるじゃないの、ひなた。ちょっと名前がよくねえな。名前が。なんか2つぐらい前の動画でおすすめした実況者の名前と同じじゃねえか。なんかようねえな、これは。これはようねえわ。
別のキャラにしときゃよかった。それは俺も同じだよ。日向の顔を見てる間が一番充実した時間なんだから。用ねえなこれは。これは用ねえな。人待ち顔の日向を見つけたときは気が気じゃなかったもんな。俺も日向と同じ気持ちだよ。イケボで、できる限りイケボで。おいおい、夢で終わらせるなよ。まだまだ俺たちはこれから続いていくんだからな。ケーキ、ケーキか。おお、自分が下手なのを自覚しているのか。君のためにこれからどう変わっていくのかを。へえ。打たれ強く、攻撃力はすごく高く、あとは普通っていう。セーブ、データセーブ、ここ。いやー、いいゲームでしたね。あとはあの個人的にアーケードモードやるっていうのをやってみようか。これ次のパートでね、パート5でやろうと思います。ではこんな感じでした。ちょっと照れくせ、何言ってんだ俺はみたいになっちゃった。ほいじゃ、燃えるジャスティス学園実況のパート4でした。次に上がるであろうアーケードの方ももしよかったら見てください。ほんなまた。